ほらハロー、わかんない、こんにちは。じゃあ今からね、横浜に着いたので、ちょっと横浜駅の祖母の方、何口っていうのね、西口、東口、東かな、東口の方にちょっと行ってみたいと思います。こういうの初めて。あー、そうやな、こういう自撮りしながらっつうの初めてだな。インカメだからさ、あ、なんていうの、 0.… 広角じゃないんだよね、広角じゃないのがさ、ちょっとあれだよね。すごいね、あの横浜駅はね、人がめちゃめちゃ戻ってきてるね。まあ、今日は土曜日なんですけど、すごいね、人が多い。多いね。うん。やっぱ先月に比べると圧倒的にね、人が戻ってきてる感じがする。初めてこういう撮り方するからさ、これでいいのかな。ちょっと腕が結構大変そうだよ、ね、もちろんこうすればストップして、ね、いや、いいよ、いいよ、これ高くしとけばさ、こうやってさ、見えるじゃん、多分大丈夫じゃない、わかんないけど。これちなみにさ、あれ見せたいときどうしたらいいんだろう、こうやって見せればいい、反対向けばいいの、こうやって向けばいいの。ね、横浜駅そごう側はね、こんな感じです。これでいいのかな。え、これでいいのかな、ちょっとどうやったらいいんだろう、反対側こんな感じです。すごいなんか細かい感じがするね。ね。初めてじっくり見た。奈良さん。ね。これもなんかモニュメント？これは多分横浜の馬車道とかを表すんじゃないかな。ああ、そういうことね。で、ちょっと下に降りていくと。こうってね、前からこんな広かったの？広い。あ、そうなんだ。で、今日は何、なんたらかんたら行くんでしょ。今日目指しているところはベイクウォーターですね。 ベイクウォーターね、ベイクウォーターとか行くのね、了解。じゃあちょっと自撮りモードにして。どう、これで撮れてんじゃない、これ多分撮れてんじゃないの、見てみる。うん、ちょっと見てみて、どう、映ってる。映ってる。あ、いい感じ。じゃあちょっと恥ずかしいけど、これでいいけど。え、まあいいよ、あえてこういうちょっと撮り方。で、どこに行けばいいの、まっすぐ行って、祖母のエレベーターに乗るんですよ。ああ、でも中入っちゃうの。そうそうそう、で、何階だっけな、7階かどっかで降りて、そこから歩くと近いんだよね。あ、そうなの、うん、あ、祖母見えてきた、はい、そう見えていました。こんな感じ、こんな感じ。すげえなんかざっくりなんだけど、あの外なんか涼しいね、涼しいってかエアコンか、すごいエアコン効いてる。あっちはなんかスカイビルって書いてあるね。せっかくだからこの行くと、そのエアタービアだっけ、ワイキャット、こんな感じ、あ、そっから空港行きのバスに乗れるんだ、高速バスとかね。ひとまずこの上へ登ってみるんですよ。なかなか広い空間だね。総合の中取っちゃいけない気がするんだけど、どうかな。
まあ、ひとまずワイキャットはこんな感じでバス乗り場がいっぱいだね。うん、すごいね。行き先もすごいいっぱいあるよ。ぜひ日本の方、海外の方利用してください。よしと、僕はなんか元気、ちょっと違うかな。なんたらウォークとかあるよ。ちなみにここまっすぐ行くとそのバイキャットなんだね。ああ、こっちなんじゃない？うん、うん。港未来21地区って書いてある。こっち行って書いてある。これ合ってんのかこれ、わかんない。私いつも祖母の中からしか行ったことないから。まあ、やっぱじゃあ祖母の中から行く。まあでも行けると思うけどね。あ、行ける。あ、なんか実は港未来21地区、なんだろうね、この港未来21地区ってなんだろうね。なんだこれ、超わかりづらい。ベイク、あ、あとベイクウォーターウォークに行きたい。ここに行きたいんだよ。ベイクウォーターウォーク、ここ今現在地ここだよ。じゃあここから出てくる、ぐるっと回ってきないのかな。え、ここに行くんじゃないの。これも、もうウォークなの。ここも歩けんじゃない。うん、じゃあこっち、やっぱ倉庫の中取っていくしかないじゃない。迷いながら迷いながらね。よしと、じゃあそんな感じでちょっとそごうの中に入るので、一旦ちょっと動画止めます。また後で。こっから出るのね。はい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 、はい、ということでそごうの2階、あっちは何なんだろうね。の2階から連絡口があって、うん、ほら、あの歩く歩道、うん、違う、歩く歩道じゃなくて、歩く歩道でいいんじゃない。乗っていける。はい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 、なるほどね。初めて来た、ベイクウォーターって。で、あっち側にも歩く、違うか、 あっち側にも一応あるの、歩く歩道。あ、ここもなんか外が見えるね、一応ね。ああ、向こう側からもやっぱ行けるんだ、斜めになってるやつがね。できたよ。来ましたね、ベイクウォーター。初めて来た、ベイクウォーター。これ気になってたんだよな。すげえでっかいトマト。知らない。でもなんかお店やってないね。あ、一応ここで生のフルーツとか野菜食えるんだ。ちょっと残念だね。さっき渡ったところがあそこだ。で、斜めになっているところもあると。ちょっと行ってみるか。けど、うん、基本的にここ私ご飯を食べに来ることが多くて、はいはいはい、上に行くとその景色を見ながら食べれるご飯屋さんがいつもここがあって、はいはいはい、はい、なるほどね。じゃあちょいとそこまで行ってみたいと思います。上に上がってみます。はい、上から見た景色、わお。明日もどんどん上に向かっていくのね。ベイクウォーター、やっぱ上に高いマンションあるね。
待ち。なんかデイリゾートって書いてある、なんだろう。うん、ここいっぱいレストランもあります。本当よね、中華とかフレンチ、焼肉、うん、ああ、いっぱいあるね。そうそうそう、タイ料理もあるよ。ああ、いいね、タイ料理ね。タイ料理もいいけどね。うん、まだ牡蠣がいっぱい。そう、私が作るレストランが、そのオイスター、うん、早く来る。あ、そう、じゃあ行ってみる。で、こうやって、ああ、一応景色が見えるんだ。そう、あっちでもだいぶ今工事が始まって変わってんな、景色が。なるほどね。よし、じゃあここでご飯でも食べていきますか。はい、いつてかな、いろいろしてないかもしれないけど食べていきます。ワインの温度が、そう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 、うまいね。まずは1品目、サラダと牡蠣のスープですね。じゃあ来ました、牡蠣ですね。どちらも岩手県産ですね。超プリプリな感じがする。あとなんか赤ワインビネガーやらポン酢やらなんかありね。はい、すごいね。ちなみに来ました、またまたまた来た。フライと焼き、焼き、おいいね、いいね。じゃあいただいていきまーす。すいません、じゃあご利用。はーい、ありがとうございます。じゃあこれつけようかな、赤ワインビネガー。赤ワインビネガー、はい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 。おお、結構たっぷり出た。いただきます。すごい大きい、ね、すごいね、垂れてるね。すごい大きい、うん、どう、うまいですか。おいしい、やばい、ぷりぷりらしい。おお、いいね、最高。じゃあいただいていきますか。はい、イエイイエイ。熱いかな。熱そう。うまい。すごいよねこれ。汁が。うん。やった。はい、じゃあご飯食べ終わったので、まあいろいろちょっとね、レイクウォーターの方も見て回って、友達の出産祝いも送ったということなので、じゃあちょっと今から、向こう側の。みなとみらいの方に向かっていきたいと思います。レッツゴー。あそこの目の前に見えるやつ、これがあれでしょ、日産のなんかギャラリーかなんかでしょ。で、あと向こう側にかすかに見えるあれかな、あれがアンパンマンミュージアムのはずなんですね。アンパンマンの顔っぽいのがかすかに見えるっていう。かすかに見える。ただ行きましょう。よし、じゃあ行きましょう。すごい高層ビルだね。うん、とりあえず都会、なんか久々にちょっと都会感を味わってるね。そうだね、高い建物ないかな、鎌倉は。うん、本当に、うん、多分決まってんだよね、3階以上か分かんないけど、何メートル以上は建てたらあかんみたいな。あ、そうなんや。そう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 、そういうなんかあった気がする。景観なんとか法みたいなやつだったっけ、法律かまで行くか知らないけど。うん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 、うん、なんかあんだ、そう、京都とかもだからそうだよ、景観守りましょうねっていう。あっちの方はティーキャットなのかな。あ、書いてあるの、ワイキャットか。
さっきさ言ってたやつはみなとみらい21地区。ね。ここなんか見たな。このスカイビルとそごうの間のなんか。間ね。でこれがあれか、そのなんたらウォークだっけ。みなとみらい21地区に向かうなんたらウォークです。なんたらウォークです。浜未来ウォーク。浜未来ウォーク。でもそうだよね。なんかおしゃれじゃん。グッドデザインアワーになってるよ。おお、そうなんだ。浜未来ウォーク。2012年度。うん。確かにあっちの方、晴れてたらもっと見えるね。今日曇りだからね。うん。ああ。あ、そうなんだ。グッドデザインなんじゃ。うん。いいかもね。ああ横浜の思い出といえばさ、なんか私高校生ぐらいまで横浜なんか土地が合わないって言い方がいいのか分かんないんだけど、なんか横浜に来るたびにもうお腹がずっと毎回痛くなってて横浜に来るたびよ、横浜の土地合わないんだなと思ったけど、今どうなの？お腹痛いの？今はね大丈夫。あ、そう、うん、大人になって成長したの？わかんないけど慣れたのかなってことはやりましたってことで来ました。さあ来ました、日産ギャラリー。まあこの中撮っていこうか、うん、一度撮ったよね。なんかすごいね、日本車が、うん、なんかいっぱい置いてあるけどね。この下行けるらしいけど、行ってみる。どうなんだろうね。動画写真 OK ということなのでちょっと撮ってみますね。日産 GTR のなんか機械部分、エンジン部分、こういうのマニアというか言う人はもう興奮だよね。すごいね、まあ、かっちょいいってのが分かるんだろうね。ちょっとね、どういう風に撮っていいのか分かんないんだけど、かっこいいね。もうひとまずちょっと全体像を撮ってみようかなこうやって軸みたいのがあって、で、これがこの感じ。すごいこれ、これほらすごいよ。かっこいいね。俺男だけどこういうメカニカルのは全然疎いからわかんないんだけどね。こっからあれなのかな、排気ガス出るのかな、わかんないけど、知らないけど、これリアの部分なんじゃないの、知らないけどにわか知識にわか、だいぶにわか知識だ。こっちがリア、いやこっちが正面だよな。うん、こっちが正面だと思う。ありますね、日産 GTR。 へえ。 GTR といえばね、この4つの丸いやつなんだけど、これ何を表してるか分かる？4つの丸、そう、これ正解はね、これね、飛行機のエンジンなの。あ、そうなの？そう、これ飛行機の翼についてあるエンジンあるでしょ、うん、このエンジンをこう模して作ってる。あ、そうなんだ。そう、だからこうやって丸いの。かっこいいね。うん。ちょっと乗ってみようかな。乗ってみる。うん。こうやって乗るんだ。こうやって乗るんだ。まあ、こんな感じですね。ちょっと乗ってみようかな。よっこいしょっと。ちょっと後ろの荷物入れてもらうんだけど。あ、すごい。こんな感じなんだ。なんだろう、このスイッチ、これがエンジンストップスタートなんだ。オンになった。すごいね。あ、めっちゃエアコン効くわ、涼しいかっこいいね。どうやって開けんだこれ。行くか。よしっと、よしっと、ちょっとね、後ろの荷物が、後ろの荷物が、足が、よしと、よしと、
車はかっこいいのにさ乗り降りがさ違う車乗るから。あ、そう、これフェアレディー Z だね。乗ってみたら？よし、どうぞどうぞ。おお、いい。どう？どう？お、いいんじゃない？めっちゃ乗り心地いい。でも結構あれだね、見えないかも。低いな。ああ。かっこいい。いいです。とってもいいです。こんな感じ。こんな感じなんだ。うん、タコメーターも付いてるし。ああ、それはやっぱ日産といえばね、GTR ですよ。今いろんなね、あのゴーン社長でいろいろ噂があるけど、なかなかかっこいいですね。いっぱいありますよと、車が、うん、で、あとはなんかお土産コーナーみたいのもありますよと、うん、いろいろ見えるから面白いね。うん、うん、なかなかね、ちょっとこう、みなとみらいまで歩いていくのに、ちょっといろんなものが見れるっていうのがいいかもね。うん、あ、ただ、ビル街をなんか歩いててもつまんないからね、うん、こういうのがやっぱあると、なんかすごくいいかもね。うん、面白い。うん、こういうなんか中廊下みたいな、うん、会社が入ってるのかな、じゃないかな、ね、それは会社、うん、ってかオフィスなんだろうね、うん、なんだあれ、なんかちょっとしたモニュメント、ウィンスオブイノベーション、ああグローバリズム、はあはあはあ、チャレンジ、ステンレスなんだ、はあ、豆知識やな。いや、GTR とか乗ってみたいね。もう日本は結構こうワゴン車が今人気だからね。ああ。もうそういう車が決まってきちゃってるね。ああ、ステーションワゴンとかね。そう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 。うん。なんか一言。聞こえなかったよ多分。あ、そう。さて。あ、みなとみらい21ガイドマップがあります。すごいの待ってました。みなとみらい21。で今どこだ？私ここにいます。あ、今ここなんだ。はあ、はあはあ。まっすぐ行って。はあ、はあ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 。行きますか。そうだね、ひとまず行ってみる。銀行パーク、なんか いろいろさ、ビルは建ってんだけどさ、
なんていうか、できたばっかりすぎてさ、なんかそう、できたばっかのビルが多い、すごい頭がね、進んでますわ、港未来が。できたばっか系ビルが多くて、なんか特に見るもんないんだよね。いただきゃ あそこにね、かすかに見えるかな、アンパンマンミュージアムがね、かすかにあそこに見えるんだよね。これがアンパンマンミュージアムなんだけどね、かすかに見える。アンパンマンはこの先通り抜け×みなとみらい地区新高島駅方面は通りできません。下へ下れてる。いや、わかんない。ひとまず行こうか。ダメでしょうね。これは道に迷ってしまいそうなので、Google マップさんのお力をお借りしよう。まあ、多分地上に降りなきゃいけないんだな。あの、臨港パークっていうところに行くんだったら、こっちじゃないのかな。まあ、ひとまず地上に降りるか。どういうこと？なんかできたばっかだね、ここも。これもできたばっかだね、このビルね。うん。めちゃめちゃ綺麗。ああ。今どこでもこんな感じでね。うん。できてますから。あ、まだ工事中じゃん。あ、そういうこと？なんなら？うん。ってことで通り行きができないということですね。ああ。なので私たちは。こっちのアンパンマンミュージアムの方を渡ってというか歩いて行きますか。はい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 。本当できたばっかじゃん、この辺。あの、この辺にぎわったらね、またなんか、またなんかね、面白そう。うん。さて。ちょっと通り抜けダメっぽいんだけど、間違えて入っちゃったからね。はい、まだ叩きろ。何もね、何もないと言って、何かあるより何もない。そう、何もないと言っていい感じの場所に来ちゃったね。アンパンマンミュージアムあるけど、ちょっとこれ広角で撮ってるんだよ。なかなかね、あんまりこう、なんていうの、大きく見せれないんだけどね。これがアンパンマンミュージアム。やってないのかな今は。いや、でも電池ついてからやってると思うんだけどね。やってないね。学生とかかな。あ、いや、なんかやってなさそう。あ、やってなさそうだね。アンパンマンミュージアム。あ、なんかあそこ歩いたね。こんななんかよくわかんない、こう、夜にさ、そう、ダダっ広いんだよね。そう、何もない、開発されてないところ通ったね。うん、なんかむ、すごい、逆にさ、みなとみらいにこういう土地が余ってることを知らなかったよね。うん、ね、どうやって開発していくんだろうね。そう、なんかすごい、なんかマンションだけは立派にあるんだけど、さ、次はもうみなとみらい22位なんじゃない。ああ、そうね。港未来22を目指して頑張ってる。いや、21って名前は変わらないんじゃないの。21ってなんで21か知ってる。21世紀でしょ。世界だから22世紀を目指して頑張ってることはない。うん、ああ、でもほんと広い、なんか公園だね。公園だね。奥にあれだ、あの、何だっけ、桜木町というか、はい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 、の方が見える。はははははは。あれが見えるんだ。何？ランドマークタワー。あ、本当だね。見えるね。すごい、なんかテントとかやってる人いるね。到着しました。ね、来たね、臨港パーク。初めて来た。なかなかね。いいんじゃない？喉かな感じだよね。落ち着け。感じ。うん。
スレーとかを見えるんだ。おら、いいじゃんいいじゃん。はいはい、あ、ベイブリッジやっぱ見えるよ。いいじゃんいいじゃん。うん。うん。よしと。うん。こうやって何、水が本当張ってあるのかな、本来であれば。なんだあの野菜の塊みたいなやつ。あんなのもあんのか。あんなモニュメントもあんのか。すごいなこの公園。ああ。でした。おー、ベイブリッジが見えるよ。あ、すごいすごい。いいじゃん、なかなかナイススポットじゃない？ナイススポットじゃない？これはまだあんまり知られてなさそうな。あ、すごい、船もちょうど見えて。あー、はい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 。これ、夜とかに来たらいいかもしれんね。綺麗。すごいな、これ何なんだ。これチェジョンファフルーツツリーって書いてあるね。はい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 。でかっでかっ。これ僕の手こんな感じですよ。こんな感じでかっすごいな。はい、こっち向いてリマちゃんと握手。こんにちは、アミーロス。オラオラアミーゴス書いてある。オラ本当だアミーゴス。オラアミーゴス。何だろう、何があったんだろう。メキシコとなんかペルーか。ペルー、ペルー移住。100周年記念だって。なるほどね。すごいこのモニュメントまたね、なんか遊べんのかこのモニュメントで。いやちょっとだいぶ怖いけど、危ないから気をつけていかないとね、こういうところね。すごいね、うん、よう登ったよう登った。ブラジルだって。なんかいろいろ記念碑が置いてあるみたい。はあはあはあ。これが日本ブラジル。うん、いろいろいろんなモニュメントがね、あるね。ありやして、うん、で、キュベリックをしている若者たちと。青春だね。青春だね。青春ですな。あそこのさ、なんていうの、白っぽい緑の屋根の建物を行ってみるか。うん、すごいな。いいね、こうやってピクニックできるのね。楽しい楽しい。あ、絶対楽しいよこれ。カップルも多いし。なんだろう。これイカリでしょ。イカリ信じくんですよ。はい、イカリです。いやでも本物っぽいよこれ。嘘、うん、この錆びた感じ、こんな感じしない。あー、ほっぺちゃんと。あ、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。
うん、分かんないの？うん、大体分かってきたぞ。あ、そう。どこら辺でんのか。うん。まだでもあっち行けないんだ。うん。まだ工事中でした。あや、残念やな。じゃあこっちも行くしかないんか。本当だ。まあこの辺もいろいろ開発中なんだね。そうみたい。うん。はあ、はあははあ。はい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 。で今度ここからこの道が通るわけだ。うん。なるほどね。じゃあひとまずワールドクォーターズ、クイーンズスクエアとか。クイーンズスクエア。はい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 。ああはい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 。じゃあそこになんかあの。あ、うん、見えるよ。遊園地。またでもここ夜綺麗じゃん。ねえ。あそこ座って。あ、そうやな。へえ。あ、こんな風になってんだこの道。へえ。知らなかった。なるほどなるほど。はい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 。やっちまついたら、あれだ、赤レンガとか行けるわけだな、この道を。そう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 。あー、なるほど。で、こっち行ったらクイズスクエアと。はいはいはい、はい。で、さっき見たマンション群が向こうにあると。ほう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 。うんうんうん。なるほど。よし。すごい。じゃそんな感じでちょっとじゃあ、クイーンズスクエアの中見ていきまーす。うんうん、あと後で観覧車の方もちょっと見に行きたいな。あ、そうだね、行ってみたいね。うん、じゃあ一旦ここで、ではまた後で。あ、なんかここから見る景色すごい良さそうじゃない？うん。ねえ、観覧車ドメの前だよ。ここめちゃめちゃいいじゃん。うん。でこうやってテラスっぽいのもあるし、あ、スタバそこにあったね。うん。じゃあスタバ行くか。いいよ。よし。ここいいじゃん。クイーンズスクエアだっけ。そう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 。まあ、正面だからね。ああ。残ってるよね。ああ。スタバもあるし。なんかオブジェクト、オブジェクトじゃない、オブジェもある。うん。天使。なんだろう、使徒ですよ。ただがのエヴァンゲリオン。よし、スタバ何飲む？じゃあこれからどこだっけ、ドッグイヤードガーデンとかの方を通って港未来駅までちょっとぐるんって遠回りしながら行こう。はーい、はーい。あ、渡る？渡んない、渡んない、渡んない。ちょっと目の前に遊園地は見えるけど、やってないのかな。やってなさそうだねこれね。やってないか、そんな時だし。そうだね、さすがに遊園地はやってないのかな。あれだ、クイーンズスクエアの先に行くとあれだ、あのなんだっけ、あれランドマークタワーがあるのか。そうなんだ。繋がってるから。あ、でも歩道で。あ、そうなんだね。何でも歩道で繋がってるのいいことだね。東京はさ、地下で繋がってるから。ああ。神奈川はなんか地上のそういう歩く歩道みたいなやつで。ああ、繋がってる。ああ。冬は寒そうだけどな。まあでも景観はね、ありそうだから、ね。景観は楽しめる。さっきましたドッグヤードガーデン。はい。一回クリスマスの時に来ました。あ、ね。そうです。その時の動画は別で見てください。うん。夜に来たんだよね。で今日は昼間だと。
ドグヤードガーデンあっちゃん。まあ夜だと微妙に分かんなかったかもしれないからね、昼間の昼間はこんな感じですと。広いこれね、上で見るとね、そうなんだけど下から降りてみるとね、結構深いんだよね。うん、ああ結構ね、まあ、船がね入るところから、そうそうそう、落ちたら怖いだろうなっていう。でもそんな、この辺はそんなに人いないね。そうだね、あんまり、そんなになんかめっちゃ多いって感じはしないね。まあ、ぼちぼちいるけど、うん、なんかよくわかんないモニュメントで、これがランドマークプラザなんだ、うん、はいはいはい。で、あのランドマークプラザとクイーンズスクエアが一体化してんだ。なるほどね。あ、で美術館通りだ。いいね、この通り結構好きだわ。あね、木が結構ね、緑が、そう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 、うん、植えてあるから、うん、これマークいいですか、うん、夜に一度見たら、はい、マークいいです。あとでちょっと見たいな、時間あればな。ああいいよね。多分やってないけどね、あれが美術館か。ね、一回ね、この美術館行ったことあるよ。ああ一度入ったことある。当時は大学生の頃は、ね、美術館巡りがまあ趣味っていうかね。いいなあ、美術館行ってみたい。全然昔興味なかったからね、マリ。本当に興味ないとか。あ、そうだね。その辺の教養ないからね。花より団子って思って。花より団子って。花より団子ことわざでしょ。ああ、ないもん。そういう感じ。ああ、ないもん。食い物しか目がないっていうか。そうそうそう。グルメはグルメでいいんじゃない。俺は逆にグルメに興味なかった人間だからね。あ、そう。あんまり別に食うもんに。じゃあお互い様ということで。まあ軽く逃そうとします。いいじゃん。美術館っていいよね、作りが。いいね、この通り。うん、俺、何気にこの通り結構好きだわ。なんか、これもさ、なんかさ、なんていうの、これ、台湾っぽくない。あ、確かに。なんか作りが。うん、あ、ランドマークタワーね。うん、はい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 。あなんかやっぱこの通り好きだな。なんかなんかそういうデパートいっぱいあるね。そうだね、至る所にあるから、うん、でかつまたあれでしょ、今一番最初通ってきたあのビールできたばっかりみたいなところにもできるだろうね。あそこにも、うん、ね、何でもあるようになってきたね。うん、
あら、なんかすごくいいわね。あー、この感じいいな。あー、気持ちいいね。気持ちいい気持ちいい。新緑の季節ですね。うん、ほんとだね。これいいかも。新緑の季節。現れましたけど。現れましたけど。エスター。はあ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 、いいね、新緑って感じ。なかったの？いや、地図とかが。はい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 。これね。さっきここにいたん。はい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 。で、こっからこうやって、こうやってこう来たのか。あははは、ね、まだまだ港未来は広いですよと。そうだね、広いね。こっちの方も港未来っていうしね。ね、でかいね。でかいでかい。まあそんな感じで。はい。はい。じゃあこの辺で、ね、お別れしますか。はい。ではまた皆様。またね。またね。見えるかな。See you。